今回は、デイリーサポート51-37のテキスト、早山鶴亀山から見ていきます。それでは早速大門四角1番から。 A 町から B 町を通って C 町まで27キロの道があります。さやかさんは A 町から B 町まで時速4キロ、 B 町から C 町まで時速6キロで歩いたところ5時間30分かかりました。この時 A 町から B 町までは何キロですかっていうんですね。で、この問題全体の道のり27キロで、前半の速さ、時速4キロで、後半が、時速6キロ、ここに書いてある通り鶴亀山の問題だと、見抜いてもらえれば、これは面積図考えていけば、解ける問題だと思います。それなので早速面積図書いてみましょう。まず左側の長方形、時速4キロなので、4キロ A から B までは時速4キロなので、まず4キロと縦入れましょう。そして左側、こっちは時速6キロなので縦に6キロと入れましょう。で、全体にかかった時間、ここ時間入ると思うんですけれども、時間、これは5時間30分なので、時間に直すと5時間30分は時速に合わせて 5.5 時間としましょう。したがって横の長さ 5.5 時間で、全体の面積、速さに横の長さ時間かけていくので、面積に当たる分、これは当然全体の道のり、ここでは27キロとなっているので 27km で入れておきましょう。設問、 A 町から B 町まで何キロですかというので、求めてほしいのはこの左側の時間、そうすれば速さに時間かけていけば求められますね。ですからこの長さを求めていきましょう。ここ囲ってみて、全体の面積を求める式、全体は速さ6キロで 5.5 なので 33km。 ここの全体が赤で囲ったところは33、黒で囲まれたところは27なので、求めたい、ここ斜線にしておきましょう。ここの面積は差なので、差を求めてみましょう。33から27を引いて 6km、ここの面積 6km、 縦の長さはここは 6km、 そしてここ 4km なので引いて 2km、したがって横四角にすれば、面積を縦の長さで割って求めることができると思います。横の長さ、そうすると6÷6-4で、3時間、設問確認してみましょう。 A 町から B 町まで何キロですかというんで、 A から B、 AB 間は時速4キロで、今ここ3時間と分かったので、ここに3時間と入れて、答えは 3×4、 したがって 12km と導き出せます。まあ、基本的な問題なのでしっかり面積図確認してください。それでは大問2番。 ABC の3人で 1km の遠泳をしました。 A は毎分 80m、 B は毎分 100m、 C は毎分 90m の速さで同時に泳ぎ始めました。A は何分か後に疲れたため、毎分 60m の速さになり、80m から 60m ですね。スタートから15分後にゴールに着きました。まず A について確認しましょう。分速、毎分 80m。それで疲れてから毎分 60m。で、スタートして15分後にゴールしたってんです。全体の距離は 1km。ここもチェックしておきましょう。また B も何分後かに毎分 80m の速さになり、スタートから11分後にゴールしました。B の方も確認しましょう。1キロの遠泳を毎分 100m で走って泳いでいたのが、途中から 80m の速さになり、11分でゴールした。続けて C も何分か後に毎分 50m の速さになり、A より1分遅くゴールしましたということですね。これを踏まえて各1、A の泳ぐ速さが遅くなったのは何分後ですかというので、まあ、基本的な問題、もう慣れた人はいきなり式書けるかもしれないですけども、一応、面積図使ってみましょう。A について確認できること、毎分 80m、各1番、毎分 80m。で、これで何分か泳ぎ切って、途中で疲れたので、毎分 60m になった。
そして全体の泳いだ時間、15分なんで、ここ時間15分と入れましょう。で、泳いだ距離、延々で1キロ。1キロは当然1000メートルなので、面積はこの単位に合わせて1000メートルとしましょう。設問、A が泳ぐのが遅くなったら何分後ですかって言うんで、ここの時間求めてみましょう。したがって、ここで区切っておくと、この斜線の部分の面積が手がかりになると思います。1位パン、全体の面積からここの赤い部分の面積引いてみましょう。そして出っ張ったところ、ここの面積で割れば横四角分と出てくるので答え求められます。A の速さ、全体 1000m、 これをこの赤い部分の面積 60×15、 そうすると900、1000から900引けば100、ここの面積が100、縦の長さはここ80から赤い部分60引いて 20m。 したがって100÷80-60で20、ちょっと5分ですか。答え5分ごと導き出せます。続けて設問2番、3人の中で最後に泳ぐ速さが遅くなったのは誰ですかというので、同じことをやっていくんですけれども、もうここで考え方出てきたので、この式を手がかりに B と C 考えてみましょう。どういうことかというと、ここは A 全体3人とも 1000m、 1キロ泳ぐのは変わらないですね。速さと時間が変わるので、この辺しっかり確認してみましょう。まず B 全体 1000m、それを最初は 100m で泳いでたんですね。で、11分後に1分でですね。で、途中で疲れたのでって言うんで、ここ右側の遅れた方の速さで差を求めてるんで、 B の方も全体 1000m で、最初 100m が 80m になったので 80m。 それかかった時間が11分なんで11かけてみましょう。そうすると1000から880引いて 120m。 それでこの出っ張った分が 120m なので、 B に関しても120なので、これを速さの差、今度は B100 から80に落ちてるんで 100-80、 そうすると20、そうすると6分後ですね、 B は。で、同じく C も1キロ泳ぐ、 1000m 変わんないね。それが90から50になるんですね。C は 1000m が90から50で、かかった時間、これは A よりも1分遅くゴールしたとになって、 A は15分なんで、これに1足してもらえば16分ですね。1000から800引いてもらって 200m。 この 200m を A の速さの差、最初90から50なんで、 90-50、 40で割れば5分後ですね。これは答え A と同じですね。設問、3人の中で最後に泳ぐ速さが遅くなったのは誰ですかというんで、一応まとめておきましょう。 A は5分後、そして B は6分後、そして C がここ5分後なので、答えはこの B と決まります。まあ、面積図慣れてくれば頭の中でいきなり式立てられると思うんで、ここのところは A を参考に B、C の式が作れるように進めてみてください。というわけで大問四角3番。A 駅から B 駅まで行くのに電車では20分、自動車では35分かかります。ある人が11時25分に自動車で A 駅を出発しましたが、途中で事故のため、車が止まったので4分間待った後、電車で B 駅に向かったら11時55分に B 駅に着きました。車が止まった事故が何時何分ですかというんですね。で、これ四角1番と2番と違って全体の道のり書いてないので、全体の道のり簡単な、一番簡単な数字使いましょう。全体の距離1としましょう。で、これを踏まえて、電車では20分、自動車では35分かかるっていうんで、1分間単位に進む距離、これを求めて、割合を求めてみましょう。そうすると電車、20分で全体1進むので、1÷20で20分の1。それに対して、自動車、
これは35分かかるので、1÷35。したがって35分の1に進むことになります。で、これを手がかりに面積図を作ってみましょう。面積図。まず自動車で出発したっていうんで、左側自動車の進む1分間あたりの割合、35分の1としましょう。で、これでどれだけか進んで、さらに途中から、自動車壊れたっていうんで、自動車を置いて電車で行くんですね。乗り換えたんでしょうか。20分の1。でそうすると、11時25分に出発して、11時55分に着きましたというので、ここに時間入れてみましょう。自動車で移動した時間と、電車で自動車移動した時間求めてみましょう。11時55分に着いて、11時25分に出発してんで、まず30分全体でかかってますね。ただし、車が故障して停止していた時間もあるんで、待った時間4分引きましょう。電車待ったのが4分ですかね。4引きましょう。そうすると26分かかってんですね。ここ26分ですね。これを手がかりに、設問なんですか。車が止まった時刻は何時何分ですかってんで、ここの時刻を求めたいんですね。ここ。ここにかかった時間を求めたいんで、今度は面積図、どういうふうに切ったらいいんですかね。こうですかね。全体の面積を求めて、ここを斜線にして、で、斜線にして、この時間を求めればいいんですね。ここを四角にすればいいんですね。そうすると、式は、全体の面積、これは1ですね、当然。1と入れといて、まず赤い部分、横が26で縦が20分の1なんで、縦かける横、20分の1から、これを元に26分間進む。それで全体の面積1引きましょう。そうすると、20分の26引く20分の20なので、20分の6ですか。そうすると10分の3。ここの面積10分の3としましょう。で、縦の長さ、これは、20分の1から35分の1引けばいいので、10分の3を20分の1引く35分の1で割ってみる。そうすると10分の3かける、これは140分の7、これ140分の4なんで140分の3、割り算なんでひっくり返して、あと約分、同じ数字消して、0を消して、14、14分と導き出せます。ここの時間14分として入れてください。設問は車が止まった時刻を求めなさいというので、11時25分に出発して14分後。出してみましょう。14足せばいいので、答え、11時39分。11時39分が、車の止まった時間となります、特にポイントないんですけれども、ここでしょうか、あえて言えば、全体の距離変えてないときは一番簡単な数値1を使う、それが一番やりやすいと思います。2点目、4分、止まってたというのこれ忘れないようにしてください。その部分でしょうか、見直してほしいところは、以上です。それでは続けて大問四角4番。2.4 キロ離れているともこさんの家と夏子さんの家の間に公園があります。2人はその公園で会う約束をして、ともこさんは1時に、夏子さんは1時10分にそれぞれ家を出たところ、夏子さんがともこさんより5分遅く公園に着きましたということですね。チェックしておきましょう。2.4 キロ線入れておきましょう。それから、2.4 キロ離れているのが夏子さんとともこさんの家ですね。2人は1時に、片方ともこさんで、ともこさんは1時に、夏子さんは1時10分に、それぞれ、家を出たところ、夏子さんがともこさんより5分遅く、公園に着きました。ともこさんの、分速は、40、夏子さんの分速は70ですというんですね。じゃあこれを踏まえて、ちょっと1番、夏子さんの家から公園まで何メートルありますかっていうんで、生物図書いてみましょう。当然、ともこですか、夏子で中間に公園、
で先に出発するのがともこさんが1時に出発、それに対して夏子さん1時10分に出発ということで、で夏子さん、ともこさん5分、夏子さんがともこさんよりも5分遅く公園に着きましたというんですね。で夏子さんの速さ、ともこさんの速さ入れておきましょう。こっちは40メートルですね。こっちは70メートルですね。で、10分先に出てるんですね、こっちの方が。で、それに対して、夏子さん5分遅く、さらに歩いてるんですね。だから2人が、全体の道のりここ 2.4 キロでしょ。2.4 キロメートル。とも子さんが余計に走った道のりと、夏子さんが余計に走った道のりを割れば2人の隔たりなんで、まず2人の隔たり求めましょう。間の距離ですね。全体 2.4 なので 2400m。 とも子さん1時に出発してるんで、夏子さんより10分多めですね。40で10分です、縮めてるんですね。まずそれから夏子さん、とも子さんより5分遅れて公園に着いてるんで、5分分縮、さらにこっちが、縮めてるんですね。引いてみましょう。2人の隔たりは2400、400と350、750引いてみて、1650メートルが2人の隔たり。これを2人の速さの和で割っていけば、出会うまでの時間出てきますね。1650メートルを2人の速さの和で割ると、110、11で割ればいいので、15分が2人が同時に歩いた時間ですね。したがって設問、夏子さんの家から公園まで何メートルありますかというので、夏子さん、15分プラス5なので 70×15+5、 したがって1400メートルと導き出せます。続けて2番、とも子さんは公園に25分間いて、来る時と同じ速さで帰りましたが、途中から速さを 1.5 倍に変えたので2時10分に家に着きました。公園から速さを変えた地点まで何メートルありますかというんですね。で1時10分に出て、それで、夏子さん1時10分に出て、全体15分かけてるので15分足しましょう。そうすると1時25分に公園に着いてますね。で公園に25分間いたってんで、さらに25分足しましょう。そうすると1時50分に公園を今度出発してますね。で、家に到着した時刻は2時10分なんで、2時10分から引いてみましょう。2時10分から1時50分、そうすると20分かけて家に戻ってます。ここのテーマは速さの鶴亀算なので、あとは面積図解いていきましょう。はじめの速さ、ともこさん、40で、途中から速さは 1.5 倍に変えたので、速くなってますね。そうするとこれ逆ですね。左側が40、そして右側が60、全体にかかった時間、これは20分。であと移動した距離、ともこさんの方は、2.4 キロのうち、かかった時間は1時に出発して、15分間歩いてるんですね。そうすると 40×20 が全体の距離ですね。全体の距離、40×25 で 1000m。 面積は 1000m としましょう。で、公園から速さを変えた地点まで何メートルありますかというので、ここの時刻出してみましょう。これは全体囲ってもらって、差をここ作ってもらって、この時刻を求めていけば導き出せるので、最後最後は全体の面積縦60、かかった時間20、それから全体の面積1000を引いてもらって200、これを速さの差、60-40で割ってもらえば10分、10分かかっているので、10分間で進んだ距離、
ともこさんの速さ40なので 40×10 で 400m と導き出せます。まあ、あの3番以外はあの距離与えられているので、その辺は、面積図使う、作るときには、使いやすい、作りやすいと思いますけれども、全体的に基本的な問題ばかりなので、解き直し、きちっと見直しておいてください。